俺の満足って満足の上の感動いっちゃうんで、でももちろん信頼して信用してもらってご契約いただいて。中山の丸々の話。いや行こう。代表お疲れ様です。掃除変わりますよ。動画撮って、はい、掃除しないで、はい、やらして。僕まあ今日掃除させてもらってるんですけど。こういうちょっと待っていいですか。こういう砂があるじゃないですか。こういうの俺もうめちゃくちゃ気になるんですよ。ここちょっとしたやつわかる。ほらほら全部このお家見させてもらいましたけど、綺麗にしてお引き渡すのは当たり前じゃないですか。俺は最後は肝心だと思ってるんで、まあ、綺麗にしてじゃあご請求書を渡しました、入金いただきましたありがとうございます、この場合ならじゃなくて、まあ、掃除までが全て俺はもう全部が仕事だと思ってるから、で もちろん信頼して信用してもらって、安い買い物じゃないんでご契約いただいて、塗装工事終わってそうしなくて、まあ、綺麗になりました、わあ綺麗になったで、まあそれで満足する人もいると思いますよ。俺の満足って満足の上の感動いっちゃうんで、だから感動したラーメン屋を紹介しますし、満足とかは教えないけど、はい、本当全部綺麗になってお引き渡したと思ってるんで、だからうちはもうこういう風にみんな全員してるよってちゃんと気持ちよくお引き渡しして、まあ、今後アフターフォローね、はい、してます。こっからですよ、ちょっとしたやつ、ちょっとしたの俺も気になったな、細かいところまで、自転車の下まで。普段やんないでしょ。え、普段ですか。うん、なかなか手が届かないですよね、うん、しようと思ってても。ほうきってこれやっこいのとかあるんですよ。やっこい方がいいんですか。俺硬いのだと、硬いの、それだとピュンピュンピュン飛ぶじゃないですか。あ、うん、砂ぼこりが車にもまたほこりかぶって、お客さんがまたね掃除しなきゃいけないとか、近隣がちょっとあれだったらうちの飛んできたとか言われてたりするんで、やっこいのですよ。場所によるけどね。わかりました。はい、覚えておきます。ほうきの人、俺今日お疲れ様です。